はい、おはようさん。どうも、おはようさん。マリサはポンキッキーズ見てた？うわ懐かしい、見てた、コニーちゃんのやつだよね。そうそう、和田アキ子さんとかが歌を歌ってたよね。夏の決心は今聞くと坂東英二さんが歌っているように聞こえる。そんな思い出の中で一つ怖いコーナーがあったの覚えてない？うん、あったっけ？楽しいイメージだけど。花子さんって言うとわかる？ああ。学校の怖い噂、花子さんが来たってやつね。あったあった、トラウマ量産されたから思い出さないようにしてた。多くの人がトラウマになったけど、内容は面白かったから。確かに、テレビでやってたらまた見ちゃうかも。今回はそんな花子さんが来たというアニメからめっちゃ怖い回を10個厳選してランキング形式で紹介していくよ。怖いけど、楽しみ。まずは10位、未来が本当になる日記だよ。シーズン1の29話に登場するよ。うん、他の漫画で似たタイトルを見た気が。その名の通りなんだけど、書いた未来が本当になる日記帳なんだ。デスノートじゃん。主人公はアケミって言うんだけど、この日記帳はお母さんがくれたんだ。ママさん。アケミは最初は明日雨降ってくれとかテストなくなれとか書いてたんだけど、後半、好きな男子と一緒に学級委員になりたい、なれたら死んでもいいって書いちゃうんだ。また余計なことを。全部無事に叶うんだけど、最後の死んでもいいという文字に気づいて再度日記帳を見たら、結構ポップな字で。お望み通り、今日中に死んでもらおう。と書かれていたんだ。因果応報。ここでアケミ、脳細胞を活性化させ打開策を考えます。体は子供、頭脳は大人かな？引きこもり作戦を決行するんだ。けど時間が経っても何も起きなかったから気分転換にベランダに行ったんだ。絶対なんかあるじゃん。なんだ考えすぎかと天を見上げたアケミに轟音と共に落雷。ほらね。ところが我らが花子の相棒ホワホワが身を挺して犠牲になります。ホワホワさん。我らが花子。危ないところだったわ、大丈夫、ホワホワは死なないから。と黒焦げになったホワホワに称賛の言葉なく、無慈悲な言葉を投げつける。ホワ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 花子さんって歌詞にあるぐらい相棒なのにもっと褒めてあげて。ちなみにアケミが書いていたのは悪魔の日記帳だったみたいで花子に没収されましたとさ。ちょっと待って、じゃあその悪魔の日記帳を渡したママンがラスボスじゃね？はい、続いてはどんどこどんだよ。シーズン1の31話に登場するよ。仮面ライダーブレイド？違うよ、化け物だよ。どんどこどんは相手を金縛りに合わせて、髪の毛を根こそぎ剃ってあの世に連れて行く謎の怪異なんだ。髪の毛剃る必要ある？いやわからないけど、そういうもんなんだ。物語を軽く話すと、いつも通りどんどこどんの噂が小学校に広まって、その噂に対して舐めた態度の五郎と不安げな京子。はい、五郎励ます。京子助かります。その夜のこと、京子は金縛りに遭い、どんどこどん音が聞こえ始めます。展開早いな。京子の部屋にとっとこハム太郎の亜種みたいな謎の生き物4匹が太鼓を叩いてやってきます。可愛いけど、怖くもある。そしてどんどこどんさんに京子、髪の毛持ってかれます。京子さん。五郎も当然金縛りになってどんどこどんが来ます。ばっこり髪の毛剃られて担ぎ上げられます。おやあ、これはそこで我らの花子登場、棒読みで。こらあ、どんどこどん、その行動するつもりなの？とおかんのように叱ります。花子の母性。どんどこどん、五郎を床に叩きつけて逃げちゃいます。あばら何本か言ったな。そして花子。ごめんね、どんどこどんはとってもいたずらっ子なの。丸ボスにしてあの世に連れて行ったけど、2、3日もすれば返してくれるのよ。と謝罪して消えます。いや意味もなく坊主にされ、2、3日行方不明になるっていたずらの領域超えてるだろ。そしてなぜか花子と10日交換で京子が召喚されます。女の命と呼ばれる髪の毛を一晩でゼロにされた京子を親が見たら絶対学校でいじめられているって思うだろうな。まあ死なないから怪異のレベルとしては低レベルだよね。出会うメリットゼロ。はい、続いてメケメケよ。シーズン1の11話に登場するよ。名前可愛いけどエピソードやばそう。メケメケは意味もなくメケメケ言いながら、自転車に乗っている人の目を隠して事故らせる最悪な化け物だよ。なんでこう理不尽なやつばっかりなの？メケメケは突然自転車の背後に乗り込むんだけど、乗り込まれると若干重くなって、背筋に寒気が走るんだ。それは風邪なのでは？そして自転車のペダルから足が離れなくなるよ。わーい。このエピソードに登場する街の道路はマジで狭くて1車線しかないんだ。
そんな中で自転車が猛スピードで逆走してくるんだけど、運転手の華麗なハンドルさばきで事故らずに済むんだ。何その運転手のハンドルさばきに依存する話。対処法は神社に行くことなんだ。目隠しされている状態でどうやって神社にたどり着いたんですかね。いやそれはわからない。けど、このエピソードの主人公はいともたやすくやってのけたから平気平気。主人公は超感覚者。はい、続いてはマラソンマンだよシーズン1の21話に登場するよ。俳優みたいに言うな。だけど名前だけ聞くとただマラソン好きな男性ってイメージ。マラソンマンは、目を見た者を石化させるゴルゴン男だよ。どういうのを味噌してたら、その設定になるの？それじゃあ解説するね。マラソンマンは、マラソンをしながら夜の街を一人で徘徊している緑色の大男だよ。いやもう怖い。マラソンマンはサングラスをしているんだけど、さっきも言った通り、素顔を見てしまうと石にされるんだ。圧倒的超能力者。ちなみに現場には他の石化された人たちがいたんだけど、なぜか助けられたのはこの話の主人公だけでした。花子さん、こわこわしてないで助けて。作中では花子さんに倒されるんだけど、あの最後には復活しちゃってるんだよね。ふーん、ダメじゃん。さあ6位は口裂け女です。シーズン1の30話に登場するよ。大都市伝説で有名だよな。花子さんに登場する口裂け女はちょいと変わっていて、犬のマスクをしていてそのマスクを褒めないと殺されるという怪異なんだ。はい、当然の理不尽。ちょいとストーリーをなぞろうか。お願いします。主人公のかな子は学校で犬マスクの口裂け女の噂を聞いたんだけど、そのことをすっかり忘れて傘を忘れた父親を駅まで迎えに行ったんだ。でも父親が全然帰ってこないから一人で帰ることにしたんだ。はい、死亡フラグ。そしてなぜか雨止んだのに雷が鳴って案の定犬マスクをした女に遭遇するんだ。どうしてこんなに不運なの？この女がマジで滑稽で本当に犬マスクをつけていたんだ。しかもかな子が半袖なので季節は夏だと思うんだけど、にもかかわらず赤いロングコートを着てたんよ。めっちゃ蒸れてそう。で、かな子はとっさに対処法を思い出して。とっても素敵なマスクね。そんなマスク私も欲しい。って言うんだ。もうこれは檻だろ。するとその女は、そんなにこのマスク気に入ったのね、お嬢ちゃんにこのマスクあげようか。と急に老変してかな子に襲いかかるんだ。対処法でもじゃん。そこで我らが花子ですよ。来た、愛してるよ花子。幽霊縛りアプリケを火の玉ストレートで投げつけるんだけど、口裂け女はサスケに出れるくらい俊敏デートも簡単に避けてしまうんだ。花子さん。しかも、その後すごい身のこなしでドロップキックするんだ。もう普通の戦闘じゃん。我らが花子、普通に蹴り飛ばされます。マジのバトルものアニメだな。そして口裂け女の髪の毛がぐんぐんと伸びて、花子を縛りつけるよ。口裂け女の様子を薄れてきてね。その時、どこからともなくドクロのペンダントが口裂け女の顔面にヒットするんだ。おっと、これは？自称花子のライバル、闇子が助太刀してくれたよ。待ってました。その後、ドクロペンダントのダイソンみたいな謎の力で口裂け女は吸い込まれていったんだ。あれだけ熱かった戦闘シーンが雑に？そして花子はお礼を言い、闇子は微笑んで消えていったんだ。もうライバルじゃなくてただの親友じゃん。そんで花子はかな子にアドバイスするんだ。口裂け女のマスクを褒めるといいというのは嘘なの。本当はマスクを取った方が綺麗よと言ってあげると喜んで消えていくの。覚えておいてね。出会う前に教えてあげたらよかったのでは？さあ続いてはこちらトンカラトンだよ。シーズン1の10話に登場するよ。これはトラウマ。そうそう、トラウマの人多いみたいね。まず見た目やばいだろ、子供向けアニメのそれではない。軽く解説するね。トンカラトンは10話に登場した怪人だよ。全身に包帯を巻いて、日本刀を持った姿で、と歌いながら自転車に乗って現れるんだ。そして、バチバチの銃刀法違反。人に出会うといきなり、と言い、その通りにすれば去っていくんだけど、言わないと刀で切り殺されるんだ。なんですか、その理不尽は。ちなみに、勝手にトンカラトンと口にすると切り殺されトンカラトンにされるよ。ルールに癖ありすぎだろ。そして、トンカラトンに切られた者は全身を包帯で巻かれ、トンカラトンにされてしまうんだ。何その新しい生殖方法。なお、肝心の花子さんは見てるだけである。花子さん。さあ続いてはこちら人食いランドセルだよ。
シーズン1の18話に登場するよ。これもトラウマやん。見た目ただの赤いランドセルの化け物なんだけど、なんと人を食べてしまうんだ。化け物中の化け物だろ。軽く物語に触れるよ。主人公の小学1年生のトモコは、姉のお下がりランドセルが気に食わなくてイライラしてたんだ。周りが新品だと嫌かもね。そんな時、帰り道のガードレール下を歩いていると超絶不審者が新品のランドセルをくれるんだ。いけませんよ、知らない人から声をかけられても無視よ無視。その夜、トモコは有頂天街にランドセルを背負ってたんだけど、不思議なことに窓にはそのランドセルは映っていなかったんだ。はい、ツーアウト。ほんで寝ている最中にランドセルが一人でに動いて新たにお顔を広めしたよ。むちゃくちゃブサイク。で、トモコは逃げるんだけど無事食べられましたとさ。とさ、じゃないよ。ここで我らが花子、満を持して登場。さすがに食べられたままじゃ悲しいもんな。おう、あの赤いランドセルは人食いランドセルだったの。かわいそうにトモコちゃんはもう、この世に帰ってこれないわ。と見てれば誰でもわかることを述べて消えていきましたとさ。花子さん。今回も救われないねー。これは仕事放棄。はい、続いてこちら銅メダルだね24話に登場した太郎くんだよ。ここへ来てシンプルネームになったね。だね、まあ名前は普通なんだけどビジュアルパワーがヤバいんだ。お、見てみたい。それがこれだね。ビッグフェイス？まさかの二頭身キャラだよ。イケメンっちゃイケメンだけどさすがにデカすぎない？それじゃあ解説していくね。ある小学校の外れに使われていないトイレがあるんだけど、そこに住み着いている怪異が太郎くんなんだ。まさかの自爆霊。そこに半ズボンショタの次郎が駆け込んだんだけど、ちょっと待って、電気ないよ。用を足していると、後ろから、ねえ、遊ぼうよ。僕と遊ぼうよ。って声が聞こえるんだ。そんでなぜか木の破片が天井から落ちてきて、大便個室が勝手に開くんだ。わけわからないけど、まあホラーだな。半ズボンショタの次郎が、誰？って問いかけると、臭そうなボットン便器から、僕だよ、太郎くんだよ。と顔を覗かしてアグレッシブ自己紹介し始めるんだ。シュールラグ。冷静に考えて怖ない？いや、怖いけど。それで？で、太郎くんが物理法則を無視して便器から出てくるんだけど、計り知れないほど顔でかいんだ。これトラウマだろ。そして半ズボンショタの次郎は、助けてトイレの太郎くんだ。と謎の報告をしながら扉の外に出ようとするんだけどなぜか出れないんだ。視聴者にわかりやすいようにしてくれたのかもな。遊ぼう。とほがらかな笑顔で、どんどん詰め寄る太郎くん。絶対臭いし、汚い。ちなみに引き込まれる先は便器の中ではなく、なぜか壁の中なんだ。アトランティスよりミステリー。結局半ズボンショタの次郎は壁の中に連れ込まれましたとさ。とさ、じゃないよ。そんでエロい先生が次郎を探しに来たんだ。おっと、これは？そしていつも通り太郎くんが遊ぼう遊ぼう言ってきます。ちなみに次郎、まだ生きてて壁に埋まってます。そういう AV？ エロい先生も同じように手を掴まれて引っ張られるんだけど。ここでついに我らの花子が棒読みで助けてくれます。最高の棒読み、大好き。幽霊縛りアップリケが太郎くんの顔面に火の玉ストレート。しかし太郎、これをかわします。顔でかしゅん貧乏い。我らが花子。逃げられちゃったわーん。とそれだけ言い残し、消えていきます。はい、無能。バタコを見習え。トイレの太郎くんはあなたの学校に逃げたのかもしれません。次はあなたが次郎くんの番になるかもしれませんよ。というクソ不安にさせるナレーションで終わります。対処法教えて。はい、銀メダル1位と争ってどちらにしようか迷ったんだけど、こちら赤い靴の女の子だよ。やった女の子大好き。この話を見てそう思えるのならくんのハートは鉄人28号だよ。聞かせたもう。まず冒頭なんだけど、ある町で女の子が次々と行方不明になる事件が相次いでいるんだ。しかも赤い靴を履いた女の子だけが消えているみたいなんだ。クジラックスかな？主人公はユキエっていう小学生なんだけど、夜に友達の誕生会があって出かけることになったんだ。ワンピースがピンクだったから、コーデに合う赤い靴をチョイスしちゃったんだ。命よりファッションを優先する子供。このスタイルはユキエさんのお気に入りなのです。という謎のナレーションが入った後、友達の家に向かうんだけど、
その時に少女の石像がある公園を横切るんだ。お、怖くなりそう。で、石像がブロンド美少女に代わって、ユキエを裸足でストーキングします。このアニメ、ストーカー多くない？ねえ、遊ぼうよ。とユキエの後ろから声が聞こえるから振り向くと、案の定あの石像のブロンド美少女がいるんだ。そしてユキエ、誘いを断固拒否。えらいぞユキエ。そんでブロンド美少女は、この赤い靴が欲しいと笑顔でとんでもないことを言い出すんだ。まあ、ただのおねだりでしょ。しかしユキエ、これを断固拒否。えらいぞユキエ。ブロンド美少女は、誰もみんな、遊んでくれないし、赤い靴もくれない、いいわよいいわよ。といじけるんだけど、同情を誘うな。ここでブロンド美少女、黒髪化け物に変貌します。顔怖？ユキエ、女の子走りで逃げる。そこはいいじゃん別に。赤い靴ちょうだい。ととんでもない形相で、まさかの空を飛びながら追いかけてくる化け物。こんなもん、トラウマじゃい。最終的に10メートルぐらいになって、ユキエを当選ボするんだ。これは巨人。そんで謎の力で赤い靴を強奪されるんだ。そしてこの、トラウマフィギュアスケートである。その後ユキエの手を掴んで、空の彼方に消えていきましたとさ。ピーターパンかな？そして我らが花子。女の子はいつも公園で一人ぼっちで立っていて、とても寂しかったんだわ。とつぶやいたとさ。いや潜入じゃないんだから、同情してないで助けてくれよ。このように、表現した時の顔がとてもいかついので皆のトラウマとして有名だよ。これはバッドエンド。はい、金メダル堂々優勝はこちら最強最悪の化け物、サッちゃんだよ。絶望かつ殿堂入りレベルのトラウマ。この話を見て、夜寝る時に足を布団から出せなくなった人急増したみたいよ。めっちゃ気持ちわかる。今でも怖いのに。当時の子供からしたら脳裏にあの姿が染みついて剥がれやしない。せっかくだから簡単にストーリーを見ていこうか。いやだけどしゃあない。まゆみというあんまり可愛くない女の子が小学校でさっちゃんの噂を皆に話すんだ。その内容がさっちゃんの噂を知るとさっちゃんが夜中やってきて手足をちょん切るというもの。なんやその代償、そしてあんまり可愛くない女の子ってフレーズいる？回避方法としてバナナの絵を枕元に置いて寝れば OK らしい。どういう回避方法だよ。地獄耳の担任の小野先生も、これを聞いてしまいます。おや、これは小野先生大丈夫か？夜になって噂を流した当の本人まゆみは、なぜか自分で話した内容を忘却して爆睡。まゆみさん。そしてミッドナイトに、さっちゃんの歌が流れるんだ。怖い。まゆみ、突然の金縛り。はい、この後死に回す。爆音効果音とともに釜を持ったおかっぱ頭の死神みたいなのが物理法則を無視して現れるんだ。白目向いてんじゃん、怖いな。こいつがさっちゃんなんだけど、まゆみの足を刈り取ろうとするんだ。ちなみにめっちゃチョキチョキ音鳴るんだけど切れ味は相当悪いみたいで一切傷つきません。問いどけよ。その後、さっちゃんはトラウマ顔を披露しながら断末魔を上げて壁の中に逃げ帰ります。喜ばしいことのはずなのに、ここマジで怖い。まゆみが生き残れた理由は、親から夜食としてバナナの差し入れがあったので、さっちゃんはそれを見て大ダメージを食らったということだったのさ。つまり、生き残れた理由は親からの愛情だったんだよ。ハリーポッターかな？そして翌日、担任の小野先生が何者かに手と足を切り取られて、布団の中で死んでいる姿が発見されましたとさ。とさ、じゃないよ。どうして我らが花子はいつも肝心な時に助けてくれないのかしらね。歌にも来たら助けてくれるってあるから来ない時は助けないんだよな。ちょっとスケジュールがきつかったんだね。これは売れっ子俳優。さて、トラウマ確定、花子さんが来たの最強の怪獣戦だったけど、どうだった？花子さん、全然助けてくれなくね、って思いました。まあ世間はそんなに甘くないよってこったね。辛いなぁ。あとこれは感想だけど全ての話に教訓があって、大人が考えたこういう時こうしてほしい的なものが含まれている気がしたよ。ああ、確かに。例えばさっちゃんだったら、寝るとき足出すと風邪ひくからちゃんとしまえとかね。そうそう、一食いランドセルは不審者から今一番欲しいものをあげると言われてももらうなとかね。確かに子供の頃見たら怖いからそう思えるかもしれない。その反面、怖いから一人で寝れないだったり、夜にトイレ行けないとか大ダメージを食らう人もいると思うけどね。トラウマだからな、でも大人になって再度見返すとやっぱり面白いな。太郎くんは腹筋シックスパックになるぐらい笑ってしまったし、実際あんなのが出てきたらクソ漏らすけどな。それじゃあ本日の授業はこれまで。起立、礼、ありがとうございました。
久々にアニメ見返したらめっちゃ面白かったな。 D アニメを契約するとシーズン3まで見れるよ。途中で名前変わるけど中身はやっぱり面白い。で一番怖いのは結局ナレーターの声なんだよな。あの表現力はすごい、良い声優さんだね。さて、次の授業は。あ、これか。異常な成り立ち、圧倒的に怖い感じ重戦。予習はほどほどに、またね。